人間と互いに高め合うパートナー AI の実現を目指しています。 AI の未来を一緒に考えましょう。このムーンショットの目標3は、人間と共生するパートナーとなるような AI ロボットの開発を目指しています。例えば、私たちの日常生活の中で、私たちの健康管理とか、家事を助けてくれるパートナー AI であったり、あるいは職場で一緒に働く AI ロボットの実現、さらには災害現場のような危険なところで私たちの代わりに何か危険な作業をしてくれる AI だったり、あとは科学研究を一緒に進めてくれるようなパートナー AI の実現というのを目指しています。やっぱり研究のいろんなプロセスをサポートしてくれる AI があるだけですごく助かりますし、あるいは私たち人間だけでは何か気がつかないような新しいひらめきを AI が与えてくれるというのはすごく期待できるかなと思っています。私たちはまさにですね、その人間の科学者と一緒に科学研究をしてくれる、そういう科学研究のサポーターとなる AI の実現を目指しています。で、将来的にはですね、人間の研究者と一緒になって、その AI がノーベル賞クラスの研究成果を生み出す、そんなところまで目指しています。具体的にはですね、私たちいろんな研究者がいろんな論文を読んで仮説を考えてから実験をしていくわけですけれども、その仮説を作り出すところを AI がサポートする。 AI が研究者に対してこういう論文読んだらいいよとか、こういう仮説を検証したらいいよとか、サジェッションを人間の研究者に対して行ってくれる。で、その結果を受けて、人間もそんな考え今まで自分たちの中にはなかったなというふうな新しい知見を人間の研究者も蓄えて、それをまたさらに AI に対してフィードバックする、そういった高め合っていくということも考えられます。じゃあ決まった仮説を検証していくための実験計画をやっぱり人間の研究者と一緒に立てたり、実験を実際に自動的に AI が実現する、でその結果を論文として記述してまとめ上げる、そういったその研究プロセスの様々な部分を包括的に、サポートしてくれるような AI の実現というのを目指しています。やっぱりその AI を作っていくためには、いわゆる教師データと言われているような人間の知識を AI にインプットしてあげる必要があります。で、今回のその科学研究のための AI でも、やはりそういった知見を AI に入れていくことが必要なんですけれども、特に私たち研究者が普段どういうふうに論文を読んでいるのか、あるいは図表をどういうふうに読み解いているのか、そういった情報を AI にインプットしてあげる必要があります。いくつかチャレンジングなポイントがあるんですけれども、どうしてもその研究者の人数っていうのは限られているため、皆さん多忙であるということで、なかなか大量のデータを集めるということが難しくなってしまいます。なので、一体どういうことを人間の研究者に問い合わせる必要があるのか、問い合わせを効率化していく、それをどうやってやるのかっていうところがまず一つチャレンジングなところです。もう一つはですね、人間のその専門的な研究者だけではなくて、幅広い知識を持っているいろんな人たちの知識をその科学的な AI に入れ込んでいくというようなアプローチも考えられると思っています。例えば野鳥の観察データ、映像とか音声とか、そういったものを市民に取ってきてもらって、それで野鳥の研究者が分析をするというものであったり、あるいは天体望遠鏡が撮影した銀河の写真をその銀河の形状で分類するという作業を市民にしてもらう、そういった活動、科学的なその活動に参加してもらう、助けてもらうというようなアプローチが、私たちの今回の、科学的研究をサポートする AI の実現でも使えるというふうに思っています。私は人工知能分野の研究者をしていまして、これが AI なんだなって一番最初に実感したのが、アニメの新世紀エヴァンゲリオンに登場してくるマギっていう AI なんですけれども、人間の代わりに、第三神道教師という街 の, 政治もやりますし、あと人間の、代わりにたくさん の, 戦略を立てるなんていうこともするわけです。で、当時私はもうコンピューターを触っていて、プログラミングもしていたんですけれども、自分がやっていることのその延長線上にそういう AI っていう人間を超えた知能みたいなものの存在があるのは、やっぱすごいな、かっこいいなと、思いまして、かっこいいものを作りたい、面白いものを作りたいっていう、その技術、その、
考えだけで、まあ、AI 研究者をやっています。論文にして国際会議とかで発表するわけですけれども、まあ、その自分が作った技術に対して発表を聞いた人たち、特にその海外の研究者の人たちが、あ、それってかっこいいね、クールだねみたいに言ってくれるのが一番嬉しいですし、あと、まあ、特に最近一般の人たちに自分の技術を紹介する機会を何回かいただいたんですけれども、あ、そんなことができるんですかみたいに、そういうこう素朴なこう感動をしてもらえると、やっぱり嬉しいな、やっててよかったなというふうに思います。私たちはその科学的な研究をサポートしてくれるパートナー AI を作っているので、まあ、その実現ですよね。で、それを使うことで私たちがよりたくさんのこう研究成果を世の中に出せるようになるということは一番実現したいなと思っていますし、さらにはですね、こう私たち その AI を使うことでこれまで科学研究にあまり触れていなかった、つまり研究業界に属していない人でも手軽にこう科学的なこう実験ができて、それを論文として出版するなんていうことができるようになるんじゃないかなと思っています。その私たちの AI を使うと、こう論文読むのもサポートしてくれますし、実験をするのもサポートしてくれる。で、そういったものっていうのは、これまでじゃ例えば大学院に入って誰かこう教授の先生のこう指示を受けないと獲得できない知識だったわけですけれども、そういったものがこう AI として身近に使えるものになりますと、研究者としてのこうトレーニングを受けていなくても何か科学的な活動ができて、もうそういう人たちが研究成果を出す、そんな世界ができるんじゃないかなと思っています。かっこよく言いますと、こう AI と人間が共に高め合うということをやりたいんですけれども、もっとこう本音としては AI によって私自身をもっと賢くしてくれる、そんな AI を作れるといいなと思っています。人間だとどうしても難しいし、なんかこう認知バイアスにとらわれて、例えば本当は良くない実験結果をいいというふうにこう錯覚してしまったりとか、そういうところをこう AI に正してほしいというふうに思いますね。その仮説にそんなにしがみついてももうあんまり未来ないよみたいな、そういうこうドライな助言を AI がくれるといいなと思っています。というこう創造的な、なんかこう時間、創造的な活動に私たち人間はもっと時間を使えるようになるかなと思います。楽しみですね。はい。